ここが俺たちのアジト。アジトっていうか、何かの事務所みたいだけど。みたいというか、そのものズバリ。フォルトナエンタテイメントって聞いたことがないか？知ってる。キリアが所属してる芸能事務所。さすが翼ちゃん。で、ここがそのフォルトナエンタテイメントだ。私、そんな場所に連れてこられたの？表の顔は芸能事務所、裏の顔はミラージュ事件の調査隊。それが俺たち、フォルトナエンタテイメントなんだよ。で、二人には教えてなかったけど、俺がお世話になってる芸能事務所ってわけだ。どうして教えてくれなかったの？そうだよ、そんな組織に入ってるのを隠すなんて水臭いじゃないか。キリアと同じ事務所だって教えてくれたら絶対にサインもらってって頼んだのに。そっち？というか、翼ちゃんのそういう反応が予想できたから教えなかったんだよ。それよりそれより、トーマくん、キリアはどこにいるのかな？ここにはいないぜ。どうして？落ち着けよ翼ちゃん。キリアさんは仕事だよ。ただでさえ忙しいのに、今はライブも控えてんな。それこそ分刻みのスケジュール。俺ですらキリアさんの顔見んの超久しぶりだったんだぜ。翼ちゃん、何してるんだ？キリアがいた空気を吸い込んでます。これがキリアが吸った空気。幸せ。どう、そうだ、二人に会ってほしい人がいる。会ってほしい人？うん、あのドアの向こうにな。ほら、翼ちゃんもいつまでもトリップしてねえで。もう少しこの空気を。ビルの中にこんな場所が。
驚いたろ。ここは俺たちミラージマスターや高いパフォーマーを持つ選ばれし者だけが入れる特別な場所なんだぜ。この空間、何か懐かしい感じがするな。ええ、私もよ。なぜかしらね。シーダ、今までどこにいたの？どこって、翼ちゃんと一緒にいたぜ。ただ見えなかっただけだ。このブルームパレスでなら実体化できるんだよ。おい、チキ。あ、トーマお兄ちゃん。この子はどこかで。確かに驚いたよ。まさかトーマくんが年下の女の子にお兄ちゃんって呼ばせて。で、あれ、この子どこかで見たこと。ああ、そうだ、チキだよ。ウタロイドのチキ。ウタロが実在してる？ナイスなリアクション、アンガトさん。というか変な容疑をかけないで最初からそっちに反応してくれ。紹介するぜ。二人も知ってるウタロってのは仮の姿。チキの正体はミラージュだ。ブルームパレスにようこそ。待ってたよ、お兄ちゃん。俺もお兄ちゃん？うん。お兄ちゃんって呼んじゃダメ？ダメなの？あ、いや、別に構わないけど。ありがとう、お兄ちゃん。お礼を言われることじゃないって。それより翼の危険を教えてくれてありがとう。ううん、私はそれくらいしかできないから。本当は私自身が助けに行ければいいんだけど、私はここでみんなの無事を祈ることしかできないから。それってどういう意味？私は他のみんなとちょっと違ってブルームパレスに縛られてるんだ。そんなことよりお兄ちゃん、クロムとシーダの記憶は？二人は記憶ある？クロムもシーダも自分がなぜここにいるのかわからないって。記憶を失ってるみたいだったけど。やっぱり。もしかしてチキも記憶が？うん、理由はわからないけど、ミラージュはみんな記憶が曖昧になっちゃってるみたいなの。それはきっと不安だよね。うん。あ、心配してくれてありがとう、お兄ちゃん。でもね、大丈夫。クロムとシーダが見つかって、お兄ちゃんと翼お姉ちゃんはいい人そうで、今はとっても嬉しいよ。チキちゃん、なんていい子。私毎日遊びに来るからね。ありがとう、翼お姉ちゃん。自己紹介も済んだことだし、チキ、そろそろユニティの説明頼む。ユニティ？お兄ちゃん、パフォーマーを持ってるよね。あのね、パフォーマーっていうのは人の心に宿る表現力の結晶なの。そんなパフォーマーを
人間やミラージュに合体させて新しい才能を開かせてあげる儀式、それがユニティだよ。新しい才能？簡単に言えば強くなるってことだね。私は他のミラージュみたいに戦うことはできないけど、ここでユニティの儀式ができるんだ。ねえねえお兄ちゃん、早速私と一緒にユニティしよう。パフォーマーが集まるミラクルステージ、ブルームパレスへようこそ。聞いてお兄ちゃん、新しいユニティができるようになったよ。カルネージユニティって言うんだよ。新しいユニティ、忘れずにチェックしてね。これでいいかな？これでいいかな？それじゃあユニット行くよ。カルネージユニティ、クロム、俺に力を貸してくれ。